皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、頑張って食べているんですけども体重が増えませんと、そういう場合にはどうしたらいいですかというコメントをいただきました。トレーニングをねしている方の中には少数ですけども体重が増えないっていう方いらっしゃるんですね。トレーナー時代にもですね、やっぱり少数ですけどもそういう悩みを持ってジムに来てらっしゃる方いらっしゃいました。実はですね、体重が重くて落としていきたいっていう方よりも体重を増やしたいっていう方の方が実はね苦労するパターンが多いんですね。結構頑張って食べてるけど増えない、どうしよう、悩んでらっしゃるのかなと思いまして、ちょっとでもね力になれればなと思いまして、この動画を撮らせていただいてます。食べても太れない、体重が増えないというのはちょっとね乱暴な言い方になってしまうかもしれないんですけども、自分が消費する以上にカロリーを摂取できていない、つまり食べても太れないのではなくて太れるだけ食べれていないという状態なんですね。まあこれは代謝のね高さも人それぞれ違いますし、胃のね容量も人それぞれ違いますし、食べたものをどれだけ消化吸収できるかっていう消化器の能力も人それぞれ違うんで、同じ分量食べても A さんは全然少ないわこんな量ってなるかもしれないし、じゃあ逆に B さんはこんな量もう多すぎて食べられないよってなるかもしれない。同じものをね同じ分量食べても、例えば A さんは全部消化吸収できてエネルギーに変えられる、 B さんはじゃあその半分ぐらいしか消化吸収できないこともあったりして、どれだけ食べられるか、食べた栄養をどれだけ吸収できるかっていうところはかなり個人差が出てきますので、どうしてもね食べても太れないっていう悩みが出てくるのはまあ仕方のないことなので、そういった方におすすめをしているのはサプリメントの力を借りて、まずはカロリーを取れるようにしていくこと、摂取するカロリーをサプリを使って増やしていくことと、あとは腸内環境を整えて摂取した栄養をよりたくさん吸収できるような環境に整えていくこと、この2本柱でサプリメントを活用していただくことをお勧めをしています。まずは摂取するカロリーを増やしましょうという話なんですけども、頑張って食べているけど太れないっていう方には飲み物の形で摂取する栄養を増やしていただくっていうのをおすすめをしています。やっぱりね噛んで食べるとこう満腹感がどうしてもね強めに出てしまうので、まあ、ダイエットの時なんかもね飲み物よりもしっかり食べて取りましょうっていう風にアドバイスをしたりするんですけども、やっぱり噛んで食べると満腹中枢を刺激して早めにね満腹感を感じるように体ができているので、ダイエットをしたい方にはそれでいいかもしれないんですけども、よりたくさん食べて体重を増やしたいっていう方にはその仕組みってあんまり嬉しくないんですね。なのでサプリメントを使って飲んでですね摂取カロリーを増やしていただくっていうのをおすすめをしています。例えばですね、 B レジェンドからは腸増量という体重を増やしたい方専用のですねサプリメントなんかも出ています。こういったサプリメントですとか、マルトデキストリンですね、これをこうプロテインと混ぜてですね飲んでいただいたりっていうのを、おすすめをしています。マルトデキストリンはですね腸増量にも含まれている成分なんですけども、まあこれ糖質の一種なんですけど、もともとですねこのマルトデキストリンというのは介護用の食品として使われていたものなんですね。高齢者の方の介護施設なんかで、まあどうしてもねご年配の方って食べる力が衰えてきてカロリーが取れなくなっていく、で体が弱っていってしまう傾向にあるので、そういった方が無理なくですねカロリーを取れるように使われていたのがこのマルトデキストリンなんですね。それがですねスポーツにも効果的なんじゃないかということで注目をされて、まあ今ではねスポーツのサプリメントとして、まあ、結構定番の成分になっています。まあよくですねワークアウトドリンク、 B レジェンドでしたらスポーツ&リカバリーなんかにもですね入っていたりする成分なんですけども、トレーニング中運動中だけではなくて体重を増やしたい、食べても太れないような方はプロテインを飲むタイミングでプロテインと一緒にですね黒いスプーン1杯から2杯分ぐらい混ぜて飲んでいただいたりとかっていうのをおすすめをしています。2つ目ですね、腸内環境を整えてよりですね取った
栄養をしっかり吸収できるような環境にしていただく。意外と体重が増えないっていう方がこうおろそかにしがちなポイントなんですね。まあ、特にですね、体重を増やそうと思うとジャンクフードとかですね、脂っこいものとかアイスクリームみたいなね、お菓子類とかそういうものをたくさん食べてカロリーを確保しようとする方たくさんいらっしゃるんですね。それはそれで間違いではないんです。やっぱりそういったものってカロリーが高いんで、カロリーが高いものをしっかり食べることで摂取カロリーを増やすっていうのは間違いではないんですけども、そういうジャンクフードの食事っていうのは胃腸へのですね負担もどうしても大きくなってしまうんですね。太りにくい体質の方っていうのは、まあ、ただでさえですね取った栄養を効率よく吸収しにくい腸内環境にある可能性が高いわけなので、そういったところにですねこう消化が悪いものをですね大量に詰め込んだところで、それが効率よくエネルギーとして体に吸収されているかっていうと必ずしもそうではないので、頑張って食べて体重が一時期はちょっと増えたりするんだけど、お腹を下してまた元に戻ってしまうとか、お腹が張ってね逆にその後 2,3 日食べれなくて体重が元に戻ってしまうとかですね、そういったような悩みを抱えていらっしゃる方は摂取カロリーを増やしていくのと同時に腸内環境を整えてあげて取ったものをしっかり吸収できるような環境を作っていくことにも目を向けていただきたいなと思います。そんな方に向けてですね開発をしたサプリメントがイヤファイバーというサプリメントですね。腸内環境を決めるのに大事な要素である、腸内細菌ですねの活動をですね高めてくれるようなビフィズス菌、乳酸菌といった成分ですとか、腸内細菌の餌になる食物繊維とかオリゴ糖なんかを配合してまして、いろんな方面からこう腸内細菌の働きを高めてくれて腸内環境を整えてくれるようなサプリメントです。体重を増やしたくても増やせないで悩んでいる方は自分のお腹の環境にも目を向けていただいて、こういったサプリメントを試していただくのをおすすめをしています。まずはこうサプリメント腸増量ですとかマルトデキストリンといったサプリメントを使って摂取カロリーを増やしていただくというのが一つで、二つ目にリアファイバーといったねサプリメントで取った栄養をより効率よく吸収できるような状態にしていくということをお勧めをさせていただきました。その他にもまた何か質問があれば遠慮なく書き込んでいただければなと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。